1日1札幌たぬき工事を歩く7丁目。札幌の中央区南2条と南3丁目の間のアーケード街たぬき工事を歩くシリーズ、1丁目から順に歩いてまいりましたが、いよいよ最終地点たぬき工事7丁目となります。これね、7丁目だけね、アーケードがちょっと違うんですよね。6丁目までと異なる雰囲気がありまして、お店の並びもですね、こうやってなんか昔懐かしい感じの、果物や野菜の売ってる店があったり、そして7丁目は飲み屋街が多いです。これまだ昼間歩いてるんで、シャッターが閉まってる店が圧倒的に多いんですけども、7丁目はこの時間帯は、比較的おとなしい感じで、逆に夜6時、7時、8時になると酔っ払いたちが賑わってくる、そういったお店が7丁目は結構あります。ここもそうですね。こうやって歩いてみますと、本当各丁目、丁目でそれぞれ色が違いますよね。1丁目なんかは洋服屋さんが多かったり、2丁目行きますとパチンコ屋が多くて、3丁目はゲームセンターが多くなって、で4丁目は街中でパチンコ屋も多かったね。5丁目に競馬場というか場外馬場売り場があって、で6丁目ラーメン屋とか飲食店が多くて、7丁目は飲み屋が多いと。まあ、ざっくりとした感想ではありますけども、それぞれにそれぞれの味がある楽しみ方でございますが、まあ、このアーケードがついているのがこの7丁目まででございますので、この後ね、南3丁、西8丁目、西9丁目って続くんですけども、たぬき工事としてはここまでで終わりとなります。このラーメン赤星美味しいですよ。僕も好きで何回か行ってます。それからここも行ってるロハス、スローフードのお店ですね。自然食。こちらも何度か行ってますよ。ここで目の前にアーケードがなくなるわけですね。7丁目まででたぬき工事が終わりということで、1目から7丁目これまっすぐガーッと歩くと大体15分ぐらいで歩けますので、札幌の街中の雰囲気ね、楽しみたいなって方はぜひこのたぬき工事歩いて、もちろんただ歩くだけじゃなくていろいろとお店も立ち寄っていただければなと思います。たぬき工事を歩くシリーズお送りしました。